はい、どうもどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、シ栗旬です。えー、今日はね、ポケモンカードのね、えー、未開封パックコレクション、これこうやって集めてるよってことでね、まあ何回もお見せしてるとは思うんですけどね、こうやってね、何回も集めてますよってやってると思うんですけども、えー、今回はね、あのー、今まで出たポケモンカードの未開封パックコレクション、あのー、第1弾パックから、一番最新弾の 158番、国煙の支配者まで、えー、集めるとどのぐらいかかるのかなってことで、やっていきたいと思います。では、どんどん見ていきましょう。第1弾、拡張パック。昨日59,100円でした。今日は55,555 55円ということで、3,545円ほどお安くなっております。えー、続いて、あ、これちなみに1パックのお値段ですね。高いですね。 星マークは3000円以上、三角は1500円以上というふうに分かりやすくしてます。えー、2番、ポケモンジャングル、23000円。3番、化石の秘密、29,999円。これメルカリの最安値でございます。えー、ロケット弾、22,100円。リーダースタジアム、23,500円。6番、闇からの挑戦、27,800円。7番、金、銀、新世界へ、2 9九0 0円。8番、 遺跡を超えて2万円。9番、目覚める伝説。えー、5万円。ただ、フィルムに傷、折れがあるので、備品の方で見ると5万8千円です。高いです。闇、そして光へ。これがなんと10万超えの10万11万1千円でございます。超お高いパックですね。11番、基本拡張パック E シリーズ。これが3万6千円。 12番地図にない町4万9999円13番はい10万越えきました海からの風12万6666円ちなみにね最安値とか書いてるんですけどたまにやっぱりメルカリだとねソールドって買,う買っちゃう人がいるんですねなのでこう最安値が更新されて高い方になってたりしますえー、やっぱコレクターはみんな買うんですね14番避けた大地7万7999円 15番「神秘なる山」これも10万ですね10万と500円16番「ポケモンアドバンスジェネレーション」ですかね第1弾4万5000円えー、ちょっと待ってね、えー、続きまして17番「砂漠の奇跡」5万3900円18番「天空の覇者」5万4999円19番「2つの野望」は売り切れでした20番「解かれた封印」4万5000円 21番「伝説の飛翔」55, 55 5万5555円その次やばいね22番「総空の激突」かな17万9000円たけえ二23番「ロケット弾の逆襲」12万5000円わおーここすごいねはい次やばいね24番「金の空銀の海」なんと26万6666円はは円。はは。 ここやばすぎる25番「幻の森」14万円26番「ホロンの研究棟」12万5000円27番「ホロンの幻影」これは売り切れてました28番「奇跡の結晶」15万3000円29番「最果ての工房」19万円え !30 番「パールコレクション」いきなり1万9000円で。 ガクッと下がりましたね、まあ大体いい計算すると223万と8783円ぐらいでしたじゃあ次こっちの段ねちなみに1番から158ぐらいまでパックの種類があります31番ダイヤモンドコレクション18,000円32番湖の秘密16499円、えー、33番光る闇32999円 三十四番、夜明けの失踪、三万九千円。三十五番、月光の追跡、一万八千円。三十六番、卑怯の叫び、二万九千九百九十九円。三十七番、怒りの神殿、一万九千円。三十八番、白空の激闘、三万五千円。三十九番、銀河の波動、二万二千百円。四十番、時の果ての絆、二万三千円。 41番、フロンティアの鼓動、3万1111円。42番、アルセウス降臨、3万9999円。43番、ソウルシルバーコレクション、5万9800円。たけーハートゴールドコレクションは売り切れです。よみがえる伝説、6万9999円です。46番、ロストリンク、11111 11円です。 47番、頂上大激突。59,999円。48番、ホワイトコレクションは売り切れ。49番、ブラックコレクションは9,999円。その次、50番、レッドコレクションが6,555円。51番、ヘイルブリザードが6,666円。この辺から万ゴえが少なくなりましたね。52番、ダークラッシュは売り切れ。 えー、53番、ドラゴンセレクション、2万1500円。お、2万5円いきましたね、えー。54番、リューズブラスト、9000円。55番、リューノブ,ラブレード、7999円。56番、コールドフレア、8888円。57番、フリーズボルト、6500円。58番、プラズマゲイル、12800円、えー。59番、ライデンナックル、5580円。 60番、ラせフォース、6999円ですで。ここまで調べたら302万と9885円ぐらいかかります。はい、次、どんどんいきましょう。61番、シャイニーコレクション。これ高いですね。7万3333円。62番、メガロキャノン。7333円、えー。63番、EX バトルブースト。1万2000円。64番、コレクション Y。え、3333円。 65番コレクション X3200 円66番ワイルドブレイズ7200円67番ライジングフィスト4800円68番ファントムゲート7800円69番ダイタルストーム8888 88円70番ガイアボルケーノ7800円ダ,ルダブルクライシス13333円 72番エメラルドブレイク8688円73番バンデットリングは売り切れ、えー、74番伝説キラーコレクションも売り切れ、えー、75番赤い線香4999円76番青い衝撃売り切れ、えー、77番破天の怒り5777円次高いですね78番ポケキュンコレクション 4万9777円79番目覚める超王4900円80番 EM ブレイク売り切れ81番冷酷の反逆者売り切れ82番爆熱の闘志2222円83番幻伝説ドリームキラーコレクション2万8000円84番 20th アニバーサリー2万 えっと、安くなって25,500円。えぇ、ー、85番コレクションムーン、5,666円。86番コレクション3 2,、えー、サン、2,444円。えぇ、87番サンムーン、2,999円。えぇ、ー、88番アローラの月光、2,22 22円。89番君を待つ島々、2,400円。90番新たなる試練の向こう。 14, 円ここまでで333万8449円かかります、まあ、売り切れの部分もあるんでもっと高くなると思いますけどとりあえずねえー、と次91番ハイクラスパックこれですね4万2222円ザ・ベスト・オブ・ XY これですねザ・ベスト・オブ・ XY こちらが4万2222円 92番「光を喰らう闇」4222円93番「戦う虹を見たか」3899円94番「光る伝説」8222円95番「超次元の二千2280円96番「覚醒の勇者」2222円97番「GX バトルブースト」結構安くなりましたね3万9800円 GX バトルブースト 俺買った時 5, 5万1000円。たけ安くなった。えー、ウルトラムーン1666円。ウルトラサン1333円。ウルトラフォース売り切れ。えー、101番禁断の光1111 11円。えー、102番ドラゴンストーム1850円。103番チャンピオンロード1799円。104番列空のカリスマ2999円。 レックのカリスム、これね。このパックが2999円です。えー、ジンラ雷スパーク888円。106番フェアリーライズ1099円。107番超爆インパクト1500円。108番ダークオーダー990円。GX ウルトラシャイニー6888円。これハイクラスパックっていう年末に出る高いやつですね。えー、タックボルト1888円。 111番、ナイトユニゾン800円、112番、フルメタルウォール800円、えー、113番、ダブルブレイズ777円、114番、GG&900 円、最近になってくると少し安くなりますね。えっ、ー、と、スカイレジェンズ1300円、名探偵ピカチュウ1300円、117番、ミラクルツイン950円、えー、118、リミックスバウト999円。 119番、ドリームリーグ2380円。これちょっと高いですね。え、オルタージェネシス899円。ここまでやると347万と6392円かかります。はい、次。GX タックオールスターズ。これもハイクラスパックですね。4380円。ソード599円。え、シールド1599円。 百二十九番 V Max Rising が八百九十九円、反逆クラッシュ八百八十八円、爆、え、炎、ー、ウォーカー五百五十五円、えー、無限ゾーン六百六十六円、百二十八番伝説の鼓動九百五十五円、百二十九番仰天のボールテッカー六百六十八円、百三十番シャイニースター V ハイクラスパックです千五百五十五円です。メルカリの最安値言ってます。えっ、ー、と続いて。 えー、131番、一撃マスター850円、132、連撃マスター888円、双、え、璧、ー、のファイター777円、134、白銀のランス、えー、320円、四国のガイストが380円、えー、136番、EV ヒーローズ、人気ですね、950円、137番、マテンパーフェクト449円、ソークストリーム999円、 フュージョンアーツ400円。25周年アニコレ888円14。141番 VMAX ライマックスハイクラスパックですね11。1111円。142スターバース399円。バトルリージョン395円。タイムゲーザー399円。スペースジャグラー399円。ダークファンタズマ450円。147番ポケモン GO599 円。ロストアービス444円。 149、白熱のアルカナ599円。150番、パラダイムトリガーガが300円で、えー、こっち書いてないか。158万なのでもうちょいですね。151、V スターユニバース、ハイカラスパック。まだ安いですね。666円。152、スカーレット300円。バイオレット300円。トリプレットビート300円。 155番クレーバースト300円。156スノーハザード300円。157がポケモン151、550円。158国円の支配者300円ということで、全部買うと大体いい350万と3159円ぐらいかかるみたいです。なかなかね、メルカネのお値引きもね、入ってたり入ってなかったりするんでね、まあ、月1チェックして、えー、なるべく安く買えたらなと思います。しかし、しかし、この、 金の空銀の海26万6666円はやばすぎるこの辺も10万超えだよね17万とか高い15万19万買えねえ宝くじで1億円当たりますように <laughs> ご視聴どうもありがとうございましたバイバイ